心に助けを求める声が聞こえる。きっともう少しで思い出せる。僕にしかできないこと。私はまた何もできないの。いいえ、必ず私が助けてみせる。大切な人を守るためなら私は何でもする。そう、何でもしてみせる。私の自慢の姉さん。私には何もできなかったけど、きっと姉さんなら。お父さん、僕寂しかったんだ。もっとずっと一緒にいたかった。奇跡の種、私に撒くことはできても、咲かせることができるのはあなたたちだけ。僕は逃げていた、本当の自分から。今の僕には何ができるのだろう。私の命が今ここにあることに意味があるなら、私はその意味を知らなければならないの。過去、現在、そして未来。私が願い続けたとても小さな願い、叶えなきゃ。私が自分の力で。プロミッシングボイスプロデュース制作オーディオドラマ、君の種、心の水やり、夢の花。 iTunes ポッドキャストにて種花で検索。ホームページでも絶賛公開中。過去からつながる縁西はこれからどこへ向かうのだろう。あなたの心には何が見えていますか？